会社員のままずっとやるっていう、これはないなって、だから何かしなきゃっていろいろ調べてんで不動産投資に行き着いたんですけど、これやっぱりやらないと自分変われない、こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。木村さんは最初に買った物件というのはどんな物件なんですか？あ、不動産の物件ですね、はい、いいですよ。結構昔の話になりますけどね、はい、これも初公開かもしれませんね、はい、最初はですね、はい、ワンルーム1個だったんですよ。あ、ワンルーム1つ1部屋ですね、はいはい、しかも中古の、はい、もうその一部屋から始まって、はい、そしてまあ85室まで増えたんですけどもね、はい、でどういった物件かというとね、東京の23区の月島ってご存知ですかね、はい、そこの徒歩2分だったかな、はい、の物件でしたね。でもね、今あっさり言いましたけど、はい、すんごい悩んだんですよ。あ、そうなんですね。買う時は買う前の日まで悩んで、本当にいいのかな、こんなことやってみたい。あ、なるほど。なりましたね、はい、やっぱり2000万円だったかな、ローンを組むっていうこともあったし、なりましたね。でもどうしてね、悩んだ末に買うことになったかっていうことを、これも話しておきたいんですけど、はい、こう考えたんですよ。こういうことをやらないで不動産投資やらずに会社員だけで続けていくのかと、それとも会社員も続けながらこういうことも新しいことも始めるのかと、どっちをお前取るんだって自分に問いかけたんですよね。そう考えた時に、会社員のまま今のままの先ずっとやるっていう、これはないなって。あ、だから消去法なんですよ。こっちはない、俺もう嫌だと、この延長は嫌だと、はい、だから何かしなきゃっていろいろ調べたんで、それで不動産投資に行き着いたんですけど、だからもうこれやっぱりやらないと自分変われない、っていうことで、よしやろうって思って、そしてベッド入って寝て、翌日に契約しに行ったって感じです。そういう時は本当に人生の岐路になったわけですね。岐路ですね。もう180度かかりましたから。その時の一つの決断が、今の木村さんを作ってる。そうです、と言っても過言ではないわけですね。過言じゃないし、で、あの頃にここまで来るとは思ってなかったです。あ、なるほど。全然分からなかったです。そうですよね。一部屋からこうなると思ってなったんですけど、ただ道は違うのと明らかに分かったので、それで道を分けてこっち行ったって感じですね。でも本当に迷いましたよ。その物件はね、職場からちょっと近かったので、はい、バスで本当に5分10分だったので、はい、昼休みに見に行ったりも、これ本当に買っていいのかなみたいなね。どれぐらいの期間悩んでたんですか？どうだろう。でもそんな長くないですね。1ヶ月もなかったと思います、はい、でも面白いんですけど、買った後見に行ったのは1回だけですね。なるほど。あとその物件8年ぐらい持って売却したんですけど、はいはい、あとはずっと見に行かなくたって、ちょっと家賃収入入ってきたんで、はい、そんなもんなんだなと思って。買うまでがね、どうしても買うまでがね、ある日こんな私でも、はい、もう今85室持ってね、ローンもガンガン組んでんですけど、はい、あの時にローンを組むっていうのは、はい、いいのかな、大丈夫かなと思ったんですよ、はい、本当に。今本当ローン組みたくて組みてしょうがない。あ、そうなんですね。いや、もうローン組んだらどんどん物件買えるし、物件買えればどんどん安定するし、収入増えるしって分かってるので、はいはいはい、ローン組みたいんですよ 100%、はい、でもあの頃は可愛かったですね。そんな感じでしたね。で、あの頃はそんな情報なかったんですよ。ネット上に、はい、そんな不動産投資の情報なかったし、はい、それこそ YouTube とかもなかったんじゃないかな、SNS もなかったか、まだ始まったばっかりなんで、不動産の情報なかったから、はい、本ちょっと何冊か読んだだけだったんですけど、はい、だから余計不安ですよね。今情報いっぱいあるから、はい、全然今と、昔と違いますよね。そうですよね。逆に言うと今の方がもう本当チャンスがたくさん、いやー、チャンスたくさんありますよ。全然違いますよね。ただね、やっぱりそう伝えたいのは、チャンスあると言いながら、やっぱり不動産業者って本当にこう言っちゃいますけど、良くないところたくさん多いので、私が言わせると 99%、やっぱり本当にいいところで 1% ぐらいですよ。なるほど。やっぱりそういうところから物件買わないといけない。じゃあ本当にこれから人生を変えていきたい、不動産投資興味あってチャレンジしていきたいなって思う人は、まずはやっぱり木村さんに相談するっていう、そうですね、ところからスタートするのが一番。そうですね。まず私の、ね、YouTube 他にもあるから見ていただいて、本当に良さそうだなと思うのであればね、はいはい、ご連絡いただければ相談には埋めたいと思います。でも相談した人はもう LINE などから直接、そうですね、公式 LINE 開設しますんで、はい、その登録の仕方は備考欄にありますから、はい、
ここから登録してね、ご連絡いただけたら、はい、相談乗りたいと思いますんでね、はい、私も不動産のおかげでね、恩恵を受けれたので、やっぱり自分だけだと本当申し訳ない気持ちでいっぱいなの で、あと悩める会社員の方、私も前会社員だから分かるので、そういう方が不動産始めると本当に違ってくるので、世界変わってくるのでね、はい、もちろんね、いいことばっかり言いませんよ。いろいろ学ばなきゃいけないこととかやっぱりありますから、それやった上でね、はい、やっていけばね、はい、本当に着実な資産形成法になるので、はい、これは本当にいいものだと思いますから、伝えていきたいなというふうに思ってますけどもね、はい、はい。